はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ドラゴンボール2 大魔王復活ですね、3回目となります。前回カリン島まで、登ってまいりました。果たして次はどこへ行くんでしょうか。で、タイトルネタバレしてますが行ってみましょう。いつも通り、Twitch で配信を行っております。Twitch のアカウントフォロー、チャットコメントをぜひお願いいたします。Twitch アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。そして、YouTube で、このライブ配信アーカイブ公開2日後29日21時ごろプレミア公開で公開いたします。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This Live アーカイブ My YouTube チャンネルトゥ、アップロード2 days after。YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして、Twitter、旧 Twitter である X アカウントを持っております。ぜひ、アクセス、フォロー、リポスト、いいねお願いします。TwitterX マイアカウントプリーズビジット&フォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。では始めていきましょう。今回は第3回ということですね。レベル11まで進んでおります。前回カリン島まで行きまして、私この後展開はどうなるんでしょうか。私気になりますということで行ってみますか。もう少しお待ちください。はい、上の値が注目されますが、下の値の方が、重要っぽいですね。OK。OK。だ。何枚？まずこれかな。あ、勝った。30残像剣。112。ある意味運要素もありますからね。3。なんだ？あ、よかった。お、ペンギン村だ。ネタバレペンギン村。
これが撮ってみる方言の声だを大切に。行けない。じゃあ北に行くしかないってことやん。お、え、な、東だよな。行き止まりだ。いえ、せんべいさん研究室。これゲームオーバー要素ないよな。フラグ？あ、ちょっと待ってくださいね。怖いよな。絶対これ死ぬよな。カメハメハ撃ってみるか。せんべいさん閉じ込められてたんだ。なんかあったのかな。いや、出るな。トニン人力。なんだそれ。特にないですね。これで終わりか。せんべいさんの家は。あら、ちょっとガッチャンが遊んでるよ。西かな？これをもっと戻った。西の方向へ行けない。北へ行きましょう。え？なんかこれも罠なんじゃないの？なんかがある。拾ったんや。北は？え、何？あ、行けないのか。崖に落ちるとかじゃと思った。
南行くしかないやんけ。調べたんでもうここまでです。お、あらいちゃうとガッチャンじゃないですか。まあ話してみましょう。あられも行く。なんかおかしいな。あ、ガッチャンとは喋れなかった。で、行くって言われてもな、どこに行けるんだ。西には行けないから、知ってる。人参ね。うん、ここはもう何もないみたいだな。西行けない。学校だ。まあ学校行ってみますか。人参だ。なんかこいつ敵なんじゃないの、人参。あ、でも何もないんだ。じゃあ右に行くしかないんじゃないの。誰？なんか瞬殺だったんだが、勘弁してください。人参にした人はみんな元に戻します。特にここはもうやることないよな。お、スーパーマンだ。忍者の里スッパの武田の忍者の里スッパのスーパーマンだ。詳しいことは、対抗立志伝 5DX シリーズご覧ください。じゃあ、左行くしかない。出るしかない。学校外に出ましたね。来たか。で、なんだこれ、宇宙人の乗っている円盤？あ、円盤に乗るしかない。なんだなんだ。ごめんなさい、音が。
猫がうるさい。こういう連続した音苦手なんですよね。如意棒があったら、やじろべじゃねえか。え、そうなの？俺がまあ主張するよな、やじろべえは。まあしゃあないよな。ん？あれ、どの方向から来たっけ？いけないよな。あ、ここにいる。お、ジンバルだ。シンバルか、ごめん。やるしかないですね。3枚か。あ、最初これでもよかったな。あー、やばい。攻撃された？お、ナイス。候補。おー、防御9が役に立ちましたね。一回で勝負決めないと厳しいかも。よしよしよし。ハッシュ券。5だけ残った。あ、でも勝った。オッケー。シンバル撃破です。ルートがわからない。東？東行くしかなかったです。おー、一心中ゲットです。叩き起こしました。強引やな。シンセサイザーだ。わけが違うぞ。もっと強敵みたいだな。あれ？まあ、いけないから戦うしかないんだろうな。あれ？ドラゴンボールってシンセサイザーって言ったっけ？うん、ちょっとあまり強くないよな。防御力が弱い。不安だな。でもこれは避けられる。
連続攻撃、どうだ、当たった当たった、互角 OK。 相手防御力高かったか、これは助かった。まずこれかな、で次がこれで、これだ。でも多分当たらない、避けられる。オッケー、ハメハメハ、ギュイーン飛びます。撃破かな、オッケー撃破。結構いい経験値もらえますね。お、またど、右心中を。ドラゴンボール一気に2つもゲットしてしまいましたよ。あ、7つ揃ったんだ。ってことは、これは、ね、行きましょう、聖地カリンへ。レベル一つ上げておきたいですね。大丈夫だ。対戦。お、クエスチョンマークがある。2枚。これと、これかな？剣だった。じゃあカリンと行くしかない。てっぺんまで来ました。カリン様と話しましょう。秘境コンペイ、ポンペイじゃなくてコンペイ。コンペイに行かないといけないってこと？ってことは次はここが鍵になるってことですね。わかった。どうや。あ、同じか。何度も聞けるだけ。とりあえず降りましょう。もう一個降りた。出ましょう。秘境コンペの前に、前段階としてカメハウスに向かうってことか。これあ、結構バニーロボット強い。
三十残像権。レベルは一つ上げたいよな。クリアハウスってこっちだっけ？敵だ。へえ、難しいな。オッケー。呼びましたね。伸びろ、如意棒。あ、棒技がある。三十残像剣。え、難しいな。こうかな。オッケー、撃破です。ちょっと待ってくださいね。3かな。いや、足りないって言っても別にヒントがあるわけじゃないしな。まあこれかな。あ、シンバルなあなんだ。結構強い。ダメか。でもこれ出すしかないですね。まだレベルアップしない。全特化。また全特解。どっちがいいんだろう。こっちか。あ、レベル3か。じゃあ弱い。3の1の方が良かったか。これです。これかな。また敵だ。ハメハメハーと決まりました。これかな。お、カメハウスに戻ってきましたね。
こは進展がない。喋ってくれない。卑怯コンペイか。わしも昔カリン様に聞いたことはあるわ。でも出るしかないですね。え、全体マップってどうやって見るんだっけ。これだ。どういうつながりになってんだ。あっちかな、左下なんかな、わからん。これかな。あ、そうだ。ギリギリで勝てば OK。50か。しけてやがるぜ。敵だ。あんまり良くない。こうだ。カードっていらない、これかな。どれもいらないカードではないような感じ。うわー、全部いるカードだよな。こっちどっちだ。必殺機なんかすごい。左側天津飯さんだっけ。方角がわからん。オッケー。宇宙は行ったよな。自信ないけど。3枚か。必殺技ばっかりなんだな。 OK。 手剣ちょっと強いな相手は。あ、まだ死んでない。必殺技受けるっていうのをこなすとは、クリアするとはうまくないよな。じゃあこれ三重残像剣。おお、レベルアップ12。また敵だ。こうかな。
全部か。で行くしかない。オッケー。100か。すごいことなったな。これですね。これ。オッケー。ちょっと嫌だな、流れが。2枚か。こうかな。ここじゃないな、違うとこだな。オッケー。どうや、こっちで違うとこに、下だ、下に行かないとダメだ。うん。オッケー。いい流れ。これかな。 OK。 あ、まだやられない。こうかな。様子、多分相手を防御力は弱い。いきなりきついな。これかな。いや、どれも。まあ、あえて言うな、これかな。孫悟飯だ。全特会。結局こうなっちゃうからな。直前で全特会するのはちょっと嫌だな。一発で勝負決める。こんなんしてもあんまり意味ないけどな。まあ避けるよな。じゃんけん。やった。まあ、早く決着つけた方がいいですよね、こんなことするんだったら。あんまり攻撃力強くないな。あ、勝った。これかな。
大丈夫だ。まあ、これですよね。1か。分かった。連続攻撃。大丈夫だ。超カメハメハ？当たった。さあどれを選ぶ？これか。微妙だな。こうか。今日コンペイですね。コンペイ島のコンペイでしょうね。三つのしぼめに命令だ。よこせって言われても、あ、どうせ同じだろうな。戦うしかないです。2枚こうかな。三重残像剣、早く道を譲れ。レベルももう12になりましたしね。なんで？どうやら戦うしかないようです。いきなりスケールですね。ウクレレシンバルとバトルですが、いや、こっちかな。で、こっちで、OK、三重残像剣。進むしかないですね。大きな建物です。殿堂前です。門が閉まっていて入れません。そこでドラゴンボール入りましょう。階段、周り、あれ、え、これだけ？何もないが。台に7つの印がついてます。台の大冒険使うが出ましたね。
ん？これってあのピンボールじゃないわ。プールバー。あれじゃないの？え、何？あ、シェンロンだ。コンペにシェンロンがいたのか。何もないよな。だから行くしかないよね。お手前ですね。かりんとうとなんか似てるな、ポジションが。まあでも行くしかないですね。入るしかないですね。ジャングルだ。またかよ。チャランっていうだけか。2枚。お、まあ結局これ勝てないんだよな。お、勝った。まあレベル4なんでそんなに強くないよな。でもダメージは食らいたくない。そんなに強い敵じゃなかったが、やばい。オッケー、勝った。よく勝てたな。我慢のところですね。え、戦わないと。え、これウクレイと永久に戦うことになるの？これはおかしい。なんかおかしくない？ 2枚。バナナ。うん、これだとどうなる？おお、やばいとこだった。蹴られたが、これは避けるでしょう。やばいなこれ。いい、ここで勝負決めるしかない。ちょっとカードが悪い。これって出られないんだよな。カードが悪すぎるな。え、永久戦えるやん。
やばいなこれ、より悪い状態になってる。おお、よかった。これで弱いカードは消えてくれた。どうするかな、こうかな。お、まだ死なない。これは様子を伺う。熱い。次だな、問題は。この辺が弱い。あ、勝った。あ、でもどうかな？あ、やった。なんかカード運が悪い。なんか怖いな、分かれ道がある。左に行くか右に行くかっていうところですよね。ちょっと運が悪いからな、ここまでの状況って不安ですね。が崩れて死にましたじゃない。まあ降りてみましょう。逃げ行きましょう。大きな裂け目。じゃあまあジャンプ。なんか来た。皿がある。わかった。しかし状況は悪いな。やるしかないけど。全部主権。あー、でもまだ死なない。 OK。残像剣。オッケー。聖なるハンマー持ってきた。え、何？まだ降りる。あ、地底の川がある。なんで？使うしかない。お皿がなんで大きくなるんだ？グズグズしてると落ちてしまいますね。なんか孔明の罠や。
何？何この左の崖右の崖って入る。なんだこの奥の間って。右の崖は何だったんだろう。クギュー押すよな普通に。そういうことか。いや、さっき戦ったじゃん。またかよ。あーっと、やばい。 OK。 30残像剣、これ負けてたらやばかったかもな。レベル上がらないや。聖なるリング。戻りましょう。降りましょう。今度右へ行ってみるか。進んでみましょう。分かれ道あれ？なんで？さっきのとこやん。ちょっと戻ろう。左？さっきのとこ。如意棒に聖なるリング、石板だ。モーリスかな。おとぎのようなカトカ目指したコヨ。なんか文字が抜けているのかもしれないですね。え、なになになに、山が割れて大神殿が出てきた。行きましょう。入りましょう。また来た。3回目やるしかないです。他が弱い。あーっとダメだ、避けられてしまう。これやっとやばいな。あ、よかったよかった。レベル9だからな。お、勝ったが、どうでしょう。レベル差があるからダメージは低いけど戦うことはできた。あー、これは食らう。さすがにダメージを結構食らっちゃった。
え、嘘。ん？おお、あ、そうだ。防御力は9なんで破れるんだ。あー、どれも難しい。厳しいな。あ、負けた。これはやばい。厳しいね。正直カードがきつい。ユーロしかないかな。分かれ道をとこか。いや、違う。ここちょっとやっぱり整理しないとダメだな。赤やられる。でも4ダメージ。オッケー。防御力を弱いカードは消えた。伸びた。回復できないのか。結構食らってしまう。え、ダメージ食らう。嘘でしょ。どっか回復する方法ってないの？あ、よかった。ああ、そういうことか。またやられてしまった。これって出られないの？じゃあ右に行くしかないんだ、とりあえず。
知らんわ。一回ごとに戦わないと厳しいな。当たるか。オッケー。じゃんけん炸裂。あ、しかし28しかダメージ与えられなかった。これは食らう。40ダメージでかい。やばいやばいやばい。でも避ける。相手も軽いからな。お、勝った。連続攻撃。あー、まだやられない。体力回復。で、じゃあ裂け目で崖は異常はなし。裂け目で移動はできないんで、お皿を使って移動はできないんで、ネイボを使う蚊の中で罠を蚊を渡す、戻る、使う、ネイボを調べる、コンペイ像、使う、真実をメガネ、戦う、オッケー。体力回復。戻る。右の崖。分かれ道左。あ、登る。匂い棒使う。聖なるリング使う。モノリス出てくる。真実をメガネ読む。で、神殿現れる。進むと多分敵と対戦なんで、
戦うしかない。オッケー。あ、とどめはさせなかった。どうだ。しかしこちらの防御力は9だ。オッケー、避けた。しかしどれも決め手に欠けるな。あ、カッターが、でもこれ弱いんだよな。あ、隙を伺っている。あ、2しか、2も残った。あ、ダメだ。お、死ななかった、奇跡的に。あ、1枚。あ、ダメだ、避け合えた。あ、やばいな。うわ、絶対絶命だこれ。あ、まだ死なない。うわ、やばい。お、よかった、これが残っていた。あ、しかしなんでこう運がいいんだ相手。あ、でもまだチャンスある。オッケー、やりました。やっと苦労した。いや、結構苦労するよな。少々の痛くない。急にワープした。終わった。なんかな。コンペイさんは強敵だったな。連続の戦いだとどうしてもこういうことになるよな。逆カメハメハ？どうだ？お、乗った。大丈夫か。あ、必殺技。大丈夫だ。
ケイ。こっちかな。苦しいなこれ。あ、やった。あ、でもわずかに残った。これかな。ガオー、敵です。いや、でも結局こういうことだよな。ビってなんだ。超カメハメハ。あの奥だろうな。ちょ、マップを一回カメハウス経由した方がいいのか。以上いるもんな。乳房だ。乳房って遠隔攻撃か。上行った方がいいのか。ほぼだから結局
闇棒多いし必殺も増えたな。主権。オッケー。あ、ダメだ。お、よかった、カーした。こうかな。連続攻撃。なかなか修行上がらんな。難しいな。全部匂い棒だったらこれだな。いや、これがあるからな。これか。334。なんでやん。いいですね、このペース。出剣。え、あの骨格なんだ。これだ。
で、これだな。難しいな。中途半端な。これ交換かな。お、やった。え、それだけ？それだけのようです。カメハメハってどういう技なんだろう。133はすごいな。まあ弱いのか。で、これで修行上がらんな。まあ、ここの先なんかな。ピッコロに近づくとともに、こちらが先に必殺を打てた。ちょっと経験得れる経験値も上がっていくんで、OK。 こちらが攻撃。OK。中途半端だな。如意棒だった。赤いですね。
緊張です。当たりました。なんかより強い敵と戦ってますね。だんだんとやっぱ奥地に向かっていく感じがしますね。大丈夫だ。あ、1残った。この辺往復しましょう。当たらない。これは避けられる。あ、2だけダメージを受けた。これは攻撃有効打になるはず。ただやられないな。まだ冥王こうかな。どっちかな。ない、強くなかった。どっちだ。3だと入っちゃうから。どうだ、当たるか。当たった。あ、どうかな。 3… はい、レベル7なんで甘くはないです。光ビーム、どうだ。避けた、よかった。 OK。 まだやられない。ならばこれだ。 OK。当たるかな。でも当たったが、あ、オッケー。あ、ダメだ。攻撃を食らうが多分これは避ける。あ、これは厳しいな。当たる？いや、避けた。さあ、様子を伺う。
しました。なかなか手こずりましたね。結構相手が強い。うわ、結構ダメージ与えられなかった。お、攻撃与える。もういきなり行きましょう。とりあえずレベル上げることをせ、大前提に。あ、相手が攻撃がすごいが防御力が高かったね。助かった。オッケー。2だけ残った。うん、これで決まりだ。ランチ、ランチは心強いですね。あ、間違えた。うわあ。入るしかないですね。ミスったかもな。ちょっと厳しいカードでの戦いを強いられますね。まあ、入りましょう。いや、戦う。戦士ドラム？早めに勝負つけるしかないや。あー、でも後で苦しくなるかな、これ。悪の光源である要求？なんだこれ。乳房と聖なるハンマーを。飛び散って魔族に殺された。あ、おっと、クリーニンが生き返った。
わいいか。わかった、戻ろう。嘘。いや、ここはこうだな。OK。ないよ。じゃあ戻ろう。ん？どうなってんだ？え、これ時間制なのか、これ。は？なんだこれ。単線じゃないのかよ。女の子なんかいらんわ。抜けた。どうだ？か、これ。ひでえ、これ。女の子が犠牲に。
あの先だな、ラストのところって。こうかな。するかな。こうかな。クラウン。オッケー。オッケー。あ、でもこれ与えられるかな。ちっちゃいながらダメージ与えた。隙を伺う。勝った。だからまだレベル上がらない。難しいが。戻ろう。大丈夫だ。あー結構高いのが多いよな。どうかな、防御力が高いからな。あ、でも やった。まだだ、まだレベル上がらないや。でもなるべく温存した方が良かったかも。レベルが上がった。なるべくいいカードを揃えた状態で戦いたいよな。とか言いつつ必殺は使っちゃってるし。まだやられない。様子を伺う。お、こちらが勝った。大丈夫だ。
さすがに甘くはないよな。必殺か。まあでも、ああ難しいな。カードは悪くないんだよな。行きましょう。買うしかない。わからんが連続攻撃、あまだ透明させない。どのぐらい食らう。21だ。結構食らうな。これでも食らうのか。勝ったかな。あ、まあダメージ与えられるな。ライトゲット。入る。さあダイスクキャッスルに入っていった入り口ですね。なんだろう。行き止まりだ。左。扉があるな。でも進んでみよう。ちょっと戦う。7か。どうするかな。これ。ダメだ、全然ダメージ与えられない。これは当たらないよな。あ、いや、ちょっと当たった。お、これは当たった。
タンバリンだ。最大のパワーで勝負してやる。4枚、これ一回必殺使わないとダメだろうな。お、オッケー、一回で倒すことに成功した。うん、何もなさそうだな。まあ単なる敵ってことか。左か。ちょっとヒットポイント減ってるからな。オッケー。なるほど、70か。そんなにこれ自体は強くないんだ。あ、互角。あ、まあ、ちょっと失敗したかな。それでどうだ。あ、全然ダメージ与えられない。あ、でもこれダメージ食らわない。悪くない。決まった。オッケー。さあ、あとカードは？連続のカードが悪いな。左行ってみるか。右だ。で、左だ。なんかここ嫌な予感がする。ちょっとヒットポイント失ってるからな。来た。ついにピッコロ大魔王が登場だ。
うむ。やるしかないでしょう。144か。うわ。オッケー。ここでハマったな。オッケー。おお、やった。さあ、しかしまだなんか編集を残していると思ったら、編集は残していなかった。ピッコロを打ち破ったのか、これは。なんか魔族は消えてなくなると思うな。あ、平和が戻ったのか。理想郷っていうのが、足つきじゃん。空の下で。なんか走馬灯ですね。ビッグラブ。橋本名人だ。可愛い女の子。救えなかった。あら、かわいい女の子は。1988年だったんですね。あ、そうだ。あの、タイトルを出すの忘れてた。こうですね。ということで、全3回に及んだドラゴンボール2大魔王復活ですね、無事クリアとなりました。ドラゴンボールシリーズ、ファミコンのドラゴンボールのカードゲーカードバトルシリーズはまだまだこれが続くんで、そちらもやっていきたいと思います。なお次回は名作、キャプテン翼2を
おそらくやりたいなと思っておりますので、ぜひ、そちらお付き合いお願いいたします。テクモ版キャプテン翼2ですね。はい、ということで、ここまでとなります。見ていただいてありがとうございました。ツイッチで配信を行いました。ぜひ、ツイッチのアカウントフォローお願いいたします。マイツイッチアカウントフォロープリーズ。この配信は YouTube で2日後に、29日21時にアップロード予定です。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。 This Live アーカイブアップロード My YouTube チャンネル2 days after My YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そしてツイッター旧ツイッターである X のアカウント持っております。ぜひアカウント、訪問アカウントフォローいいねリポストお願いいたします。ツイッター X マイアカウントビジット&フォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ということで、ドラゴンボール2大魔王復活、これにて完了終了です。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。